ーの。あ、ちょっと待って。これが56歳の真実でございます。最初の3分で息切れがし、おかしいよ。まず1回、せーの。よし、OK。おー、2回叩きます。早めに叩いてください。落ちますからね。はい、せーの。おー、揃ってる気持ちがいい。さすがペペシのベテランたち。鳥も飛んでくるさ。2回せーの。おー、おー、これぐらいだったけど。3回、はい、せーの、せーの。日本、静岡、皆さん、ラップラップ、おじさん、56、おもちゃの、おもちゃの、ちゃちゃちゃ、おもちゃの、やっぱり静岡、不動産、やっぱり、あ、いいわ。落ちつもたれつ。ただぼーっと出番を待ってるだけじゃないんですよ。おお、ね、これが天平にはできないところですから。あの人は別なことやりますから大丈夫です。こっち方面の人じゃないんで大丈夫です。3回、せーの、準備はいい。3回いきましょう、せーの。おお、いい、素晴らしい。そこまでぴったりであればやはりこれを行きましょう。頑張った。このピンポン玉も初日だからできることでございまして、2日目3日目になるとピンポン玉を入れた瞬間からおえってなるようになってきます。今日限定かもしれませんので、さあそれでは私のショー、皆様に何度も見ている方に何度も申し上げます。去年できたことがまた今年もできるとは限らない。の名古屋でできたことかできるとは限らない。月を経てますから、それができるかどうかを確認するために皆さんにお集まりいただいております。ああ、また同じ芸だとは言わせない。これから行きましょう。違う違う違う、あ、これだ。せーのと言ったら上がれの大きな声をお願いします。皆さんの運気もどんどん上がっていきます。せーの、はよ。上にも一回転だって。おーい、さらに面白く
脇の脇、さらに片手で、また驚く、これが横にも回る、さらに片手でも入って、さらに縦に水車のように向かって、足の下から片手のままずるっと一回転、ああどっちが、違う、イエーイ、はい、ありがとうございます。皆さんを無視してカメラ目線で行ってしまいました。さあやはり大道芸、このおじちゃんの芸ばかりを見ていても証拠ありませんね。おじちゃんとは言っても皆さん分かってると思いますが、私あのミッションインポッシブルのトム・クルーズと同じ年齢同じ誕生日でございます。1962年7月3日生まれ。神様はこの地球にこの二人を見ればどことなくどことなく、彼も頑張ってるんだったら私も頑張りましょう。では私の力だけは足りません。今日はもうほぼ出演者が決まっている状況で、お子様ちょっとお手伝いしてもらってもいいですか。そちらのお子様手伝ってもらってもいいですか。おいでおいで、やる、あ、なんかもういで、もう前から来なよ、よっこいしょってあげて、こっち、あ、よいしょ、おいでおいで、おいでおいで、いける、よし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 、大丈夫、安全に行こうね、よしよしよし、ちっちおいでおいで、一緒おいで、ちょ、もうちょっとバックしようか、よし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 、大丈夫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 だ、大丈夫だよ、よし、プレゼントあげるか、風船あげる、風船あげる、おお返しちゃった、風船あげようか、風船あげる、帰る、お父さんと帰る、帰ろうか、帰ろう、帰ろうか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 、はい、ごめん、ごめんね、はい、ごめん、ごめん、寂しかった、寂しかった、ごめんなさいね、ありがとう、ああ映った、ただみんなで楽しもうと思ってただけ、何をあなたたちをなんかこう言おうと思った、涙が出てきた、ありがとう、あげる、ステージに上がった人にはもうあげるということにしました。あなた芸をやってくれないそんなことは言わないよ、ね、だってこれも芸ですもんね、ほら、これあげるよ、ほら、ちょっと苦い思い出が甘い思い出に変わる瞬間だからね、よいしょ、ほら、ね、ほら、なんだこれ、ほら、普通は簡単の犬に行くけど、ちょっと凝ってる犬になってるよ、ね、ほら、じゃあお姉ちゃんここの先っぽに向かって、そこから息をふーってできる、ふーって、せーの、ふーしてごらん、おー来た、おーすごい、
でもお姉ちゃん見てよ、あープってせっかく来たのになくなっちゃったよ。でもこれ見て上にシューっていくでしょ、あー天からまた落ちてきた、ポン。はい、プレゼントです、どうぞ。あ、できた、できた、いい、とんでもない、とんでもない、大丈夫だよ、あげる。この後、カノーちゃん見に行きな。見たいのはこの人じゃなかったっていうことですよね。わかるんですよ、全員がわかります、そのジャージを見れば。たまたま早く来ちゃったからここに寄っただけで。いいですよ、な、 100% 保証しますね。面白いのは面白いですから大丈夫です、ね、通りがかりでも構いません。ほら見てて、うー、ポンって叩くと、ほらほら、来た、さあそれでは作りますよ。あとで皆さん、カノマミ見に行くからね、私の動きの答えが見つかりますから。見えないところでコラボしてる感じです。Wi-Fi コラボ。行くよ。そっからフーしてごらん。フーできる？フー。お、来た。フー来たよ。ほっぱっ。うわ。これはね、1年間健康に過ごせるという名付けて病気になった胆石の犬です。はい、どうぞ、カノーちゃんに見せてあげな、これね。大きな拍手お願いします。来た。 OK、 あのさ、最後の芸をさせて一人者です。行きましょう。白い一輪車に変えたのは何かわけでも何にもないです。わけはないけど、なんかみんな白、ホワイトアスパラガスね、リズムライス、今白が流行ってるから白にしてみます。この上に乗ってこれをぐるぐる回してみたいと思いますね。しかし私はこの上に乗ってずっとこれを取ることすらもできないので、やはりこれは お兄さん、いいですか、ごめんなさいね。大丈夫？え？あ、大丈夫？足しびれた？え、どっち？この辺？この辺？そう簡単です、お兄さん。私が一輪車の上になってたら、これを一歩一歩ピュッて投げてください。一歩前の方。この中で左手で受け取ってみてください。投げ方をお見せします。うまい。右手に移して今みたいな感じで。はい。おお、かっこいい。オッケー。もう一回練習しておきましょう。お兄さんと二人で始めて行う共同作業。連続の練習です。こっちから次々投げます。寄って歩き出した。手追いの戦士だな。ほっ、よいしょ。で投げて、はい。ちょっとして投げて、早く。拍手をお願いします。素晴らしい運動神経だ。二人で東京オリンピック行きましょう。その前にこれ直そう。ごめんなさい。足がしびれるぐらい面白いんだって。違う。乗りますね。先月までは乗れてたんで大丈夫だと思いますよ。行きましょう。うまく乗れたら拍手お願いします。ちょ、行こう。おお、すげえ。なかなかいいぞ、一回目から。よし。お待たせしました。一歩こっちの方に。
まず1本目、私の右手にその銀色のところが余るように投げてください。こっちです、こっちですよ。目印はこれです。せーの、はい、おお、キョキョ。2本目こっち、はい、完璧。3本目右手です。ちょっと待って、そうしましたら私はこの上でこれをぐるぐる回します。これ最後の技になります。これ私がぐるぐる回して最後にうまいこと言ってパーンってポーズが決まったら、皆さんでこれ、あ、最後にポーズが決まりました、皆さんで大きな声ですごいって言いながら手を頭の上にグーで、そこから愛は不動産ピューって言ってください。すごい、練習します、リハーサルです。ぐるぐる回したポーズが決まった、どうぞ、すごい愛は不動産ピュー。家を買ったら2割引き。三雲が言ってたって言ってる人です。はって言われます。それから今回は大道芸です。もしも楽しんでくれた方いらっしゃいましたら、前に終わったら袋置きますので全然気持ちで構いません。その中に、あの、今回もキャンペーンやっております。先着10名様に限り2000円を入れてくれた方、その場で1000円キャッシュバックしてます。それから今回新たなキャンペーン、使わなくなった2000円入れてくれた500円で買い取ってます。いきますよ、3本目はこっちにお願いします。1、2の3といったら投げてね。1、2の3、よいしょ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 、はい、すごい愛は不動産ピューよし。素晴らしかった。お兄さん、これお願いで、これこれこれ、しびれたら、すいません、箱の中に、箱の中に会社からあげてください、すいません。そしたらお兄さん、プレゼント差し上げます。流れのライン中で作りますけど、これこれ、ステージに上がった人にあげなきゃいけないって言ってたんで、これ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 、はい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 、よいしょ、何かの幼虫。気をつけて、要注意だから。ね、年配者にはダジャレが一番。すいません。ほらできた。カメ、どうぞ。緑が雨です。大きな拍手お願いします。どうもありがとうございます。気をつけて、おいでください。はい、皆さん、最後までありがとうございました。まだ大道芸は始まったばかりでございます。この横に十分ゆっくり楽しんでください。最後までありがとうございました。三雲ゆるいでした。ありがとうございます。ありがとうございます。